your pants。でもやっぱ番組って自分たちで金払いながら続けたってあんま意味ないでしょ。うん、やっぱりその YouTuber たち、 YouTuber の皆さんが言ってる案件って言われてるやつ、案件なんかほらスポンサーがさ、この商品なんとかしてくれませんとかさ、ここに行ってみてなんかしてくれませんかみたいな案件あったら楽だよね。まあお金になるもんね。そうそう、だって俺たちだって食ってかなきゃいけないからさやっぱで、ね、世の中銭面だから ね、まあ、まあ趣味でやるにはちょっとまたね。そうだよ、一応プロだったこともあるわけだし。だって本当にこれ趣味でやってたら頭のおかしいおっさん2人だよ、ね、誰に向けてやってるんだろうって、ね、なるべく案件いただきたいな、ね、あの誰かと誰かをつなげてウィンウィンになるもんね。そう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 。あとはほらあのね、最近ほら日本中っていうのはどんどん高齢年齢化してきてさ、じ、はい、はい、さんばあさんに向けての商品がいっぱい増えてるじゃない、はい、やつらを実験台にして実験使ってみようみたいなのだったりとか割ともうほら何でもやってもいい年になったじゃない。まあそうですね。で僕今52歳で今おいくつになりました、はい、58人。もうだってね、50過ぎて随分経つんだからかっこつけることもないでしょ、ね昨日さ、あの化粧品の SK2 とかいうやつの、あのショールームがあの原宿になんかできてたので、あそこで肌年齢チェックってのがあったので、ちょっとやらせてもらったら、肌年齢、あなたの肌年齢は58歳です正確だね。正確だ。そうなんだ。ちょっとはなんかお世辞で若くね、表示してくれるのかなと思ったけど、そんなあれはなかった。そんな正直に出して何の意味があるって話したい、ね、面白いなんとないよねそうだよね。どっちかに振らないと本当は多少はさ気遣えよと、うんね、そうじゃないと買ってやんねえぞって話じゃない、ね、それから逆にね、あなた65歳ですとか言われて、うん、あ気をつけなきゃと思って化粧品買うかね、うんうん、あ実はさ僕そうそう、うん、肌年齢のやつで、うん、僕普段から肌結構気遣ってんのね、うん、あのお風呂そうなのそうなの、お風呂から出たら、うん、プラセンタの原液塗ってプラセンタ、そうそう、こうやって上に上にってリフトアップ、ね、そうリフトアップね。でその後にナノコラーゲン塗るわけよナノコラーゲンって何？ナノコラーゲンっていうのはコラーゲンのナノ、うん、ちっちゃいコラーゲン、まあ、クリームみたいな、そうそう、うん、塗ったくってね、うん、でやっぱりこの肌の保湿はするわけよ、うん、である時に一回女の子と仲良くなって、すごい、うん、ああいう子だな、素敵な子だな、何の女あ、まあ、ある時にそれ あんま深く言うとさ、これパブリックなあれになっちゃうから、そうそうそう、あの女の子と知り合ってね、うん、で、私実はその美容のお仕事してるのでっつって、でちょっと来てくださいっつって連れてかれたところが、うん、なんだかそのいわゆるマルチ、うん、あだったわけ。でそこに連れてかれて、そのとこ連れてかれて、うん、いろんなチェックされるわけですよ、うん、何から何までね、うん、俺のことこんなジジイのチェックして何が面白いのかなと思いながらピーってチェックして、どうも肌年齢みたいなの、お肌の状態を色で示すっていうのがあって、だんだんこうメーターみたいになってね、うん、こういうこう見るとメーターみたいになって、一番端が金とか銀とかで、うん、それはよろしい感じなのよ。こっち行くとドドベ色になってるのでそのお姉さんは、うん、どうせこんなやつはもうドドメ色だと、うん、ね、こいつはもう金になるやつだと、ね、じゃあちょっとチェックしてみましょうかみたいな、うん、すげえ上から物言われて、うん、おーはいっつってピョーってチェックしたらグンって振り切ったから一気に金と銀の境目ぐらいになって、って言い始めて、何か必要ですか僕にしたら、何も必要ないです。あ、そんなちゃんと正確に払ってくれたんだ。そうそうそう、ぼったくりかと思ったら、ぼったくりかと思っただから何が言いたいかっていうと、うん、プラセンタの原液とナノコラーゲンがどんだけすげえかって話なんだけどそれもう今すぐナノコラーゲンの人に売り込みに行かないとそうなんだよ、我々と YouTube やりましょうよって、うん、あのフラコラっていう会社と、うん、あとで新日本製薬っていう会社プラセンタ、うん、俺あ取ってるんだけどね、毎月毎月それやりましょうよ、ちゃんと僕たちでね宣伝も。いや本当にね、うん、僕ねプラセンタは飲んでもいるよ。え、飲むプラセンタがある？うん、飲むプラセンタも飲んでるし、うん、塗るプラセンタも、うん、だからどんだけプラセンタ好きなんだよって話なんだけど、プラセンタって植物？違うよ、胎盤だよ、胎盤。胎盤？そう、胎盤。子供できるでしょ、うん、でへそのとかとこう一緒になってる、うん、あの胎盤あるでしょ、うんうん、人のを想像しちゃうと、人由来の、プラセンタって、うん、まあ
すごくね、注射で打つ人もいるんだけど、うん、僕が塗ったくってるのは豚由来の、うん、豚の胎盤塗ったくってるの、うんうん、豚とかヤギとかかな、うん、で、まあ、本当は美容系のお医者さんに言われるんだけど、それ人由来のプラセンタ打っちゃえばいいじゃないですか、うん、で結構変わりますよって言われるんだけど、どうしても引っかかることがあって、その人由来のプラセンタ使うとね、献血できなくなるんだって。あ、そう。聞くところによるとね、今はどうか分かんないけど、うん、もし万が一、うん、同じ血液型の女の子がね、うん、目の前で急に車にひかれて血が足りなくなるとするじゃん、うん、誰か同じ血液型の人いませんかって言って、同じなんだけどすいませんプラセンタ打ってるからダメですよねって、死んじゃう可能性あるでしょ。これちょっとそういう風なこと想像したら、人由来のプラセンタ打てねえなと思って、うん、もし万が一の時に人救えないのってダメだろうと、うん、逆に人由来のプラセンタをいつも打ってる人は人助けのことを考えてない人でなしだ自分さえ良ければいいっていうね。そうそうそう、俺はそんなことないから常に同じ血液型の人のことを考えて生きてるから、だからいつ、ね、俺から血取ってくれてもいいよ、うん、俺人由来のプラセンタ打ってないから、うんうん、まあ、他に変なの入ってるかもしれないけどでもそれで僕たちは人由来のプラセンタの宣伝はできないってことで、そう、はい、俺はねごめんねっていう健康さんはいいよ、僕たちはあくまで豚由来で豚由来でお願いします。そうそうそう、本当にそう、うん、でも効果あんだよ、うんうん、でもなんか昔よくやけどの人とか皮膚の移植で豚の皮を移植するとか、そういうのでも聞いたっていう話なんですね。マッチングがいいんだろうね、豚と、うんうん、豚と人間っていうのはかなりいい線にいるんじゃないですか、うん、もう豚っていうと明日のジョーでさ、ジョーが正面から脱出するときに豚に乗って、リリーシがかわしてたよ、こうやって常に豚が思い浮かぶなんか豚って賢そうでいいなって。だから人間と豚は近いんだね。うん、ね、へえ。僕趣味が、まあ、オートバイも趣味なのね、うん、オートバイも趣味なんだけど、アニメーションとかも大好きなんだけど、うん、一番の趣味なんだろうって考えたら、やっぱね、若作りだなと思った。美容いや、綺麗になりたいとかないよ、うん、別に、なんかもうどんな風なのでも別に、俺の顔なんてどうせ大して誰も見てないからさ、うん、いやいやいや、どうだっていいんだけど、うん、でも老いるのは嫌だな美しく老いたいなって思うわけ、ね、一応ね、若い頃はジュリーに似てるってね、そうそうそう、よく言われたもんだけど、 なんだっけ、ロバート・デ・ニーロだっけ、あ、俺ね、そうそうそうね、タクシードライバーにのデ・ニーロに似てますって言われたもんですけどね。いや、僕も若い頃はね、沢田研二に似てるって言われたもんなんですけど、うん、でも今のジュリーに似てるって言われたら嫌だなって。ちょっとジュリーもね、だいぶね、超えちゃったしね。そうなのよ、僕、うん、ジュリーのライブ見に行ったんだけどさ、うん、遠くから見ても、うん、よ、すごい遠くから見ても、あれはジュリーじゃないと思うちょっとむっくりしちゃったからねそうそう、で、たまたま行った回がそうなのかもしれないけど、うん、有名な曲一曲もやってくれないの。あ、最近新曲ばっかりやるんだね。そうそう、あえてヤマトか、ヤマトの主題歌やったじゃん、その可愛いかな、うん、あの曲だけしかやってくれないのなぜかそれなんだ。そうなので、お、知ってる曲来たぞと思って、こっからね、ヒットソングメドレー始まんぞと思ったら、うん、ヤマトで終わった。そうか。あとは結構社会的なメッセージの強い曲とかね。そうそう。なんだけどね。俺もやっぱカサブランカダンディ見たかったんだよね。全然、うん、ダンディじゃなかった。だから何年かに1回だけそういうのをね、やるっていう感じだよね、今ね。うん、いや、でも本当さ、みんなが求めてんだからさ、うん、やってほしくないですか。まあ、本当はそうなんですよね。うん。と、まあ、困るよね。でも今、まあ、その前に痩せてほしいからね。なんかヒゲもボーボーに生やしたりするしね。そうそう、あんなじゃなかったのにね、美少年だったのに ね、イメージチェンジなんですかね、やっぱりね、なんか悪い方にね僕だって就活のこと考えるでしょ。考えますよ、そうね、僕もよく考えるんですよ、うん、50過ぎたあたりから、うん、そのどうやって死ぬか、そどうやって死ぬかってあれだよ、あの事故で死ぬとかそういうことじゃなくてだよ、そのどういう風にしてその死んでいくかっていうのをよく考えるようになって、うん、若い頃に悪いことばっかりやりすぎたから、うん、帳尻合わせないといけないじゃんいい死に方、そうそうそうこのままで行くと地獄に落とされると、ね、天国行きたいなんて気持ちもないけど、普通のとこ連れてってくるだから帳尻合わせなきゃいけないから、うん、いいことをとにかくしないとまずいなと思って、最近とにかくね、人のために人のためにっつって、うん、すごく嘘くさいんだけどさその一環で若作りそうそうそう、あれ美しく老いるっていう
まあ、ジュリーは反面教師でしたね。そう、あんなにはなりたくない。体型も保たれへんやろね。そうよ。うん、だって勝手に太るでしょ、うん、年取るとね、普通の生活してたら代謝が悪くなるからね、年取ると、うん、でさ、かといってさ、うん、じゃあ炭水化物抜いてさ、うん、努力できるかっつったらさ、その前になんかちゃんと生きていけんのかどうかも分かんなくなっちゃうから、まあ、そうだね、うん、ただちょっと難しいよね、うん、でジムも嫌いだし僕、うん、あ、そうなんです、僕努力も嫌いなんですよ、まあそうでしょうね、人も嫌いなんですけど努力するのも嫌いなんですよ嫌いなものってね、困るよね。そうなんですよ、あの、うん、ほっといても欲しいし、うん、努力も大嫌いだし、うん、じゃあなんかね、痩せたいとかじゃなくて体型保ちたいのに、うん、努力してジム行くのもなんか嫌だし、うん、なんかね、うん、お願いだから苦労せずにこのまんまでいたい。あ、もう現状維持でいいからね。現状維持がいい、うん、あの筋肉とかいらない、うんうん、そうね、うん、だって無駄だもん。あ、そうか、うん、だから使うわけじゃないし筋肉、うんうん、もうほんと17ぐらいの時の薄っぺらい体に戻してほしい、うん、うん、そうね、そのために何かやるってわけじゃない、めんどくさいからね、うん、体にはプラセンタとか効かないんだ、うん、いや、塗ってもさ、うん、脂肪はつくでしょ。あ、そうか。だからピカピカした小太りした方がいい。それピカピカしてない方がいいと思う。してない方がいい、小太りの場合は、ね、うん。無駄にピカピカしててもね。本、う、当、ん、努力嫌いなんだよ。本当に、年を取れば取るほど、努力するのが嫌で嫌で。うん、まあそうですよ。それはね、年を取ったらスローラインでいかないとね。